に捨ててなかった。聞いてよ、聞いてくれるよね。そりゃ聞くも涙、語るも号泣の事情があるんだよ。私には使命があった。それはそれは重大な使命が。もちろん全うしようとしていた。だけど、ああ、なんという悲劇。悪魔のささやきにより絶望的な喪失がもたらされてしまった。かくして私は悪魔の中をさまよい続ける子羊となり果て、悲痛なうめき声を上げるほかなく。さすがは編集長、まだ半分しか語ってないのによくわかったね。そうなんだよ、ジムの佐藤さんから頼まれたお使いなんだけど、政府に提出する報告書をドクターからもらってくるってやつ。あ、察しって顔してるね。そうだよ、もちろん重要書類だよ。不正流出しないようコピー不可になってるデータ形式のガッチガチの超重要書類。そう、それはこのアンデルセンは なくしました。知ってる人少なくて、悲観的な私があんまし出てこないんだと思う。おかげで今の私はこんな感じなんだ。だから私はアリスに感謝してるんだよね。だよねだよね。でもそれでいいんだ。私の物語を読むのは子供の方が多いから、何も知らずに物語を楽しんでくれるとなんか安心するんだ。私が貧しくて辛かった頃と同じくらいの年の子だと余計に。たまにね、図書館でお母さんにこれ読んでって私の作品持ってきてる子とか見かけるんだ。今はそれがすっごく幸せだから大丈夫。諦めないで、必ず探してみせる。編集長の手助けを無駄にはしないぞー。